こんにちは、ベースボールファナティクスです。テーマとしては今回が2回目の動画投稿となります。さて、今回のテーマは野球はなぜベースボールなのかといういささか冗談に構えたタイトルなのですが、要するに野球というスポーツにおけるベースという存在についていろんな方向から語っていきたいと思っています。初回である前回から1年以上間隔が空いての投稿ではありますが、今回の動画も以前からすごく話したかったテーマの内容となっているので、皆様よろしくお願いします。早速タイトルの内容について触れておきたいのですが、この問い、つまり野球はなぜベースボールなのかという問い、一言で言ってしまえば当然ベースが特徴的な競技だからベースボールなのだというのが答えになります。とはいえ、もちろんこれで終わってしまうわけにはいきませんので、どんどん内容について話していこうと思うのですが、そもそもこの野球というスポーツ、非常にルールが特徴的なんですよね。球技を分類するという分野は、どうやら体育学とかスポーツ哲学の分野になるようなのですが、例えば身近なところ、体育の学習指導要領では、ボールを使うスポーツは、ゴール型、ネット型、ベースボール型の3つに分類されています。読んで字のごとく、ベースボール型には野球と、それから野球のルールを元に作られたソフトボールが入っています。また、自分はこの分野について全然詳しかったりはしないので、Google スカラーで検索していくつか論文を見てみたのですが、ゴールボール型、打ち返し型、投打球型、球送り的当て型の4つへ分類した例や、同じく4つで、進入型、ネット壁型、守備走塁型、ターゲット型という分類、あるいは3つ、突破型、的当て型、進塁型という分類などが示されており、このいずれも野球とその禁煙種のスポーツのみが一つのカテゴリーを占有するような形になっていました。1つ目の分類で言えば投打球型、2つ目なら守備走塁型、3つ目ならば進塁型がそれぞれ野球の分類にあたります。概要欄に参照した論文へのリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。では野球というスポーツの一体どこがそんなに特徴的なのかというと、ここからは特に何らかの分離権に依拠した内容というよりは、そういう論文を読んで自分がこう考えたという話なのですが、例えばボールではなく人間が得点を入れるという点が特徴としてあるかと思います。サッカーやラグビーなど特定の位置にボールを運ぶことで点が入るスポーツはたくさんありますが、野球において得点のためにホームを目指すのはボールではなくプレイヤーです。むしろボールを操るのは攻撃側ではなく守備側で、塁あるいは走者のもとに運ぶことで相手の得点を阻止することができます。そういう意味で野球は攻撃と守備が逆のスポーツだなんていう例え話もたびたび耳にします。その他、セットプレーが連続するようなスポーツでありながら次のプレーへ得点未満の状況を引き継ぐという点も大きな特徴と言えるでしょう。テニスやバレーボールなどある程度短い区切りでプレーが中断し、すぐにまた次のプレーが連続して始まるというようなスポーツはいくつか存在しますが、基本的にこれらのスポーツはプレーの中断時、その再開時に必ずどちらかの得点が記録され、そして次のプレーは状況がリセットされた状態からスタートします。反対にサッカーやラグビーなどのスポーツは得点に至るまでの状況は常に保存されていきますが、それぞれのプレーは連続的に行われていき、明確な区切りが発生するセットプレーはその頻度は別としてもルール上例外的なものです。しかし野球は打者一人の打席が終わるたびに明確にプレーが切り替わります。そしてそれにもかかわらず次の打者の打席へ状況をリセットせずに引き継ぎます。そして一人の打者のプレーが終わったからといって必ず得点が入るわけではありません。アウトカウントが一つ増えるというのを守備側が得点をしたと仮に見なすとしても、単打や二塁打といった攻撃は成功だが得点には至らないというような打撃結果が存在しています。つまり得点未満の状況を保存するというわけです。またこの状況をスコア上にのみ記録するのではなく、走者としてプレイヤーがフィールド上に残るという形で保存しているのも大きな特徴と言えるでしょう。テニスにおいてセットを獲得することを得点とみなせば、個別のポイントの獲得、つまり15ラブから30ラブになるだとかというのは、得点未満の状況の引き継ぎというふうに言えるかもしれませんが、例えば40ラブからファーストサーブを入れるだけでセットを取れたり、
逆にラブ15から完璧なノータッチエースを決めると一気に30-15になったりはしないわけで、同じ打球でも状況によって犠牲フライあるいはダブルプレーというような多様な結果を取りうる野球とは、その点で少し意味合いが異なると言えそうです。なお、このようにいろんなスポーツとの違いを見ていっても、アメリカンフットボールはアウトカウントや塁の埋まり具合に近い概念を持っていて、野球型のスポーツとの区別ができないのですが、アメフトの現在のようなルールが決まったのは1876年、すでにこの頃野球がアメリカで広くプレイされていた時代であるということで、アメフトはむしろ野球の特徴を取り入れてルールをデザインされたゲームであると考えられます。そして野球というスポーツが持つこれらの特徴を考える上で非常に大きな役割を果たしているものがベースというゲームルール上の装置です。人間が得点を入れるという面においては言うまでもなく、ベースは到達目標、ゴールラインのようなものとして機能していますし、得点未満の状況を引き継ぐという面においては、その引き継ぎのためのマーカーとして機能しています。つまり、ベースに到達していれば次のプレーへ引き継がれ、そしてその次のプレーの開始時にはベースが始点になるということです。言い換えれば、これは造語なのですが、ベースが持つ到達目標性と状態保存性という特徴が、そのまま野球のルールの特徴を支えているというふうに言えます。そしてこのような特徴を持ったルール上の装置というのは、野球とその禁煙種のスポーツ以外にはおそらく存在しません。そもそもルールが近いスポーツ自体がその範囲に絞られるわけで、これは当然といえば当然です。つまりベースとは、野球に特有な、そして野球のルール上の特徴を大いに支える存在であるということになります。まずはこれをもって野球はなぜベースボールなのかという問いに答えることができると言えるのではないでしょうか。とはいえ、この理由だけでは少々論拠として弱いんじゃないかという感覚が皆様にもあるのではないでしょうか。先ほども言った通り、野球の特徴として挙げているものはあくまで僕がそう考えているというだけのものですし、その特徴とのベースの関連もこじつけようとすれば他のものでもどうにかなるのではないかと考えられても無理はありません。そんな方のためにひとまずここまでの説明は、ベースは野球のルールにおいて非常に重要な存在であるという程度に受け止めていただいて、次は少し異なるアプローチからなぜこのスポーツがベースボールと呼ばれるのかお示したいと思います。そのために野球のルールの形成の歴史と、そのルールの中でベースがどのように扱われてきたかというのを追っていきたいと思うのですが、その解説を始める前に、まずはその歴史の終着点として設定するところを定めたいと思います。というのも、身近なところで言えば、今年から今シーズンからの MLB のピッチクロックの導入や、あるいは極端な守備シフトの禁止のように、野球というかスポーツというものはルールの様々な部分に少しずつ調整が加えられながら、それに伴って戦術の趨勢が移り変わりつつ、そして発展していくというようなものなので、それら全てを追っていくとどこまで語ってもキリがないということになりかねません。なので今回は、歴史上モダンベースボールの始まりとされる地点であり、そして世界初のプロリーグが誕生した際の野球のルールが策定された瞬間でもある1845年ニューヨークニッカボッカーズの結成を終着点に定め、そこから遡っていく形で野球のルールとその上でのベースの役割の変遷を追っていきたいと思います。このニューヨークニッカボッカーズは、野球の歴史について調べたことがあればおそらく必ず目にする名前なので、視聴者の皆さんもご存知の方は多いのではないでしょうか。ニッカボッカーズは地元の消防団のメンバーが中心になって結成された、当時いくつも存在したベースボールをプレイするクラブチームのようなものだったのですが、このチームは結成にあたり、それまでのチームが行ってこなかった新しいスタイルを取り入れました。そのスタイルとは、チームでプレイするベースボールのルールを明文化するというものでした。先ほども話したように、ニッカボッカーズの結成当初、すでにアメリカでは様々な場所でベースボールと呼ばれるスポーツがプレイされていました。しかしこの当時のベースボールは別名タウンボールとも呼ばれており、地域や町、あるいはチームや試合ごとに様々なルールでプレイされるものだったのです。そのため当時はスポーツとしてのベースボールの統一ルールというようなものは存在しておらず、あくまで遊びとして余暇にプレイされるようなものでした。そうした事情も手伝って、ルールはチーム内でなんとなく共有するもの、新しいメンバーが入ったとしても口頭で伝えて、あとは慣れてもらえばいいというような認識で、わざわざ明文化するような動きはなかったというようなことなのかもしれません。そんな中で初めて明文化されたルールとして、このニッカボッカールールが登場します。この功績で野球殿堂入りも果たしているアレキサンダー・カートライトが現役を
原案を考えたとされるこのルールは、最初は近隣地域から、そしてやがて広範囲へと広がっていき、現在のベースボールのルールへと姿を変えていきます。いわば野球、つまりはベースボールとしての統一ルールの策定に向かう歩みの非常に大きな一歩目になったというわけです。なお、このニッカボッカーズの結成以前にもゴッサムベースボールクラブというチームがすでに明文化されたルールを持っていたというような説も存在していますが、それと矛盾する資料などもあり、何よりこのゴッサムルールというべきようなものが文章として現存していないため、本動画ではこれについて取り上げません。とここまでニッカボッカールールについて言及しておいて何なのですが、実はこのルールの成立は現在の主題であるベースの成立とは関係がありません。というのも、このルールのそれまでと比較しての新規性は、ベースの配置をダイヤモンド型にしたこと、ボールを走者に当ててアウトにできるルールを廃したこと、勝利条件を21点選手に定めたことなどのような内容で、このルールにはすでに前提として4つのベースが存在します。また打者にとっての到達目標かつ状態保存用のマーカーとしてベースが定義されています。つまりはベースの性質についてこのルールで新しく発明されたり取り入れられたりしたものはありません。このあと野球のルールは21点選手制から9イニング制への移行など大きな変化を経験しますが、ベースの性質についてはこの最初のモダンベースボールのルールから変わらず受け継がれているというわけです。さらに言えば、このルールが元にしたタウンボールのルールにおいてもすでにベースの概念は存在しています。より厳密に言えば、タウンボールは各地域でプレイされるルールが異なるために、そのバリエーションの中にベースの状態保存性が存在しないルールもあったりするのですが、少なくとも大半の系統のルールですでに2つの性質、状態保存性と到達目標性が共に確認できます。そもそもニッカボッカールールには新規性として特筆されているものも含めて、このチームやアレキサンダー・カートライトによって発明されたようなものは存在しません。各地域のタウンボールから、あるいはさらに過去のボールゲームからルールを借用するような形で一つのスポーツとしてまとめられたのがこのニッカボッカールールです。そのため、こちらに現在と同じ形でベースが存在するのであれば、当然タウンボールにも存在していたということになります。ちなみに、ベースの状態保存性が存在しないタウンボールのルールとしては、主にフィラデルフィアなどでプレイされていたものがあり、それはホームを入れて5つのベースが6メートルほどの塁間ごとに、円形に並べており、打者はそれを1周すると1点を獲得できる、ただし途中の塁で止まることは許されないというようなルールでした。逆に2つのベースの2つの性質を備えたルールとしては、マサチューセッツゲームというような名前で呼ばれるものがあり、そちらは現在のようにひし形ではなく正方形に配置されてはいるものの、状態保存性を携えた4つのベースが存在していました。タウンボールにはすでにベースが存在した、ではさらに祖先へと遡ろうとすると、インターネットで得られるような情報では多くの場合、ここでラウンダーズという名前が登場します。このラウンダーズは長い間野球の直接の祖先とされてきたようなのですが、近年になり、どうやらそうではないのではないかと言われているようです。ラウンダーズをベースボールの祖先として見る場合、イギリスからラウンダーズがアメリカに伝わり、それがベースボールへと変化していったというような前提に立つ必要があるのですが、そもそもアメリカでベースボールという名前が誕生するよりも以前に、イギリスにベースボールと呼ばれる同種のスポーツが存在した証拠が残っており、したがってラウンダーズはイギリス式のベースボールの派生系の一つなのではないかというような説が有力視されているようです。そしてまた、アメリカ式のベースボールも同じくイギリス式のベースボールの派生系の一つということになるわけで、いわばラウンダーズは野球の祖先ではなく兄弟というふうになります。とはいえ、中にはまだラウンダーズ祖先説を支持する勢力もあるというような少々難しい部分なのようではあるのですが、幸運なことにラウンダーズが野球の祖先であるかどうかということもベースの形成過程とは関係がありません。ラウンダーズにおいてはベースは石であったり、あるいは長いポールのようなもので、踏むのではなく触っておくものであったようなのですが、ゲーム内で果たす役割としてはおおむね現在の野球のものと同じでした。つまり状態保存性と到達目標性、2つの性質を確かに備えていたということです。ということで、さらに遡っていく必要がありそうです。また一つ遡ると、ここで先ほども言及した
イギリスでベースボールと呼ばれていたスポーツに行き着くことになります。つまりアメリカ大陸に渡った当時のベースボールのルールということです。今まで発見された記録のうち、最初にベースボールという単語が世界に登場しているのは1744年に刊行されたリトルプリティポケットブックという子供向けの遊びを紹介する書籍の中での用例とされています。この本の中で言及されているベースボールがどのようなルールであったということについて、実は詳しいことは明らかになっていません。というのも、この本の趣旨はあくまで遊びを紹介することで、ルールや詳しい要素を解説することはその範囲に入っていなかったようなのです。この本のベースボールを紹介するページに記されているのは、プレイの様子を描いたと思われる挿絵と、それを描写するような詩というか引文のようなものだけです。しかし幸運にも、これらの資料から当時のルールについて以下のことを読み取ることが可能です。つまり、ボールを打った後、ポストと呼ばれる柱のような定められた場所を目指して走っていること、そのポストを走った末、元の位置に帰ってくることが目的とされていたこと、そしておそらくそのポストに留まる、そこで止まることができたということ。本の中の紹介文を機械翻訳にかけてみると、ボールが飛んでいくと少年は次のポストに向かい、そして喜びのうちにホームに帰るというような具合の意味になり、1つ目と2つ目に関しては明確に記述がされています。そして3つ目については、次のポストという表現から1つずつポストを進んでいくような概念を読み取ることができますし、また挿絵を見ていただけると分かるのですが、おそらく走者と思われるポストに手をかけたプレイヤーがはっきりと認められます。なので、おおむねこのように判断していいのではないかというふうに考えられます。そして仮にこの推測に同意していただけるのであれば、このイギリス式ベースボールにもすでにベースの2つの性質が存在していたという見方にも賛同していただけるのではないでしょうか。先ほど挙げた3つの事項は、当時のベースボールも現代の野球と同じようにベースを扱っていたということを示しています。ちなみに、アメリカでベースボールという記述が登場した最古の例は、ピッツバーグで1791年に書かれたとされる文章の中で、公会堂のガラスの保全のために、その80ヤード以内でボールを使うゲームをプレイしてはならないというような趣旨の記述があり、具体的に禁じられているスポーツとしてクリケットやフットボール、それからハンドボールの当時の呼び方とともにベースボールが挙げられているものとなっています。少なくとも具体的に名前を書いて禁止令を出す程度には、当時のアメリカでベースボールと呼ばれるスポーツが熱心にプレイされていたということがわかります。リトルプリティポケットブックで言及されているイギリス式のベースボールにもすでにベース概念が成立していたということで、歴史をもう一つ遡ってみましょう。ベースボールという単語の最古の用例があるイギリスで、それらの記述が登場する直前の年代に盛んにプレイされていた投手と打者が存在するスポーツというような括りで辿ってみると、その一つ前の祖先は遅くとも15世紀頃には記録があり、シェイクスピアの作品にもその名前が登場するストゥールボールが見つかります。もともと牛の乳搾りを仕事にしていたミルクメイドの女性たちが、その搾乳作業の時に腰掛けるストゥールというような小さな椅子のようなものを用いてプレイしていたことが始まりであるとされるこのスポーツは、ベースボールに比べて幾分シンプルなルールを持っていました。つまり、投手はストゥールをめがけてボールを投げ、打者はその前に立ってボールを素手で、あるいは後年にはスティックと呼ばれる棒のようなもので打ち返します。投手が投げたボールがストゥールに当たれば投手側に得点が入り、打者がボールを打って投手がワンバウンド以内にその打球を捕球できなければ、それは打者側の得点となります。投手がワンバウンド以内の捕球に成功した時には投打が交代、大まかにはこのようなルールとなっていました。まず第一に興味深いのは、ベースどころかそもそも打った後に走るという概念すらルールの中に存在しないことです。ルールも非常にシンプルで、プレイヤーも2人しか必要ありませんから、仕事の合間にプレイするには非常に都合が良いレクリエーションであったと考えられますが、その分、後にベースボールとして発展していくルールの重要な部分はこのストゥールボールには存在していなかったということになります。そしてこのスポーツがストゥールボールと呼ばれていて、その直接の子孫であるイギリス式のベースボールがベースボールという名前を持っていたということこそが、野球がベースボールである理由の主要な答えと言えるのではないでしょうか。つまり、
ベースという特異な概念を備えたスポーツであったからこそ、その一番の特徴の部分を名前に関してベースボールと呼ばれるようになったというわけです。考えてみれば、何か物を呼び分ける場合には、大抵の場合、それと他の似たもの、ベースボールで言えば他のボールゲームを区別することを目的として呼び分けが行われるわけなので、ベースボールの名前が特徴的なベース概念から命名されているというようなことは、ある種当たり前のことではあるのですが、まさに名は体を表すというようなところで、ベースが特徴的なスポーツだからベースボールと呼ばれていて、そしてその特徴を現代に至るまでずっと引き継いでいる、なので同じ名前で呼ばれ続けているというのは、何か少し歴史のロマンのようなものを感じ取れはしないでしょうか。また本題からは多少それますが、もう一つ興味深いのは、このストゥールボールには投手が投球によって得点を得る機会があるという点です。つまり先ほど説明した打者の後ろにあるストゥールにボールを投げて当てることができたときに投手の得点となるというルールのことなのですが、これで得点を得るという構造はサッカーのペナルティーキックとほとんど同一であるように思われます。バスケットボールやホッケーのように同じ作りのスポーツがたくさん存在する、ゴールをめがけてボールを運ぶという構造です。そのように考えてみると、野球は攻守逆のスポーツだという例え話が思い出されます。ストゥールボールは野球の祖先ですが、ボールを操る側も得点を目指していました。またストゥール、つまりは目指すべきゴールの前に立ちはだかってそれを阻止しようとするバッターは、サッカーでいうゴールキーパーのような存在であったと見ることができます。現代の野球ではボールを狙ったところに運んでも得点は得ることはできず、攻撃側の得点機会を減らすことしかできないため、攻守が逆であるような印象を受けますが、その祖先であるストゥールボールがこのようなルールを有していたということを踏まえると、元は多くのスポーツと同じような構造、つまりサッカーやホッケーやバスケットボールと同じような構造を持っていたが、次第にゴールキーパーが阻止した後のボールの行方に注目するようになった、つまりバッターが打った打球の行方をどう考えるかというところに注目するようになった、そしてその結果現在のようなルール構造を獲得したというように考えることができるのではないでしょうか。ちなみに野球の関連スポーツの一つとしてよく名が挙げられるクリケットは、このストゥールボールに走る要素を足したようなルールがゲームの根幹となっています。クリケットのランニング要素には到達目標は存在するものの、状態保存性は備えていません。得点の方式もただ2つのウィケットの間を往復し、その回数が得点となるというような形をとります。そうしたところから考えると、このストゥールボールが野球とクリケット共通の祖先であるというふうに考えるのが妥当そうです。米国式ベースボールにはベース概念が存在し、その祖先であるストゥールボールには存在しなかったということを考えると、この変化の過程でどのようにベース概念が獲得されたのかというところに光を当てれば、ベースの起源を見つけることができそうなのですが、それを考える前に歴史上に登場する球技の中でもう一つ注目しなければならないものがあります。それは1937年にアフリカリビアで発見されたとされる、現地語でタ・クルト・オム・エル・マハグと呼ばれ、直訳するなら巡礼の母なるボールというような意味の名前を持つ、宗教儀礼的な意味合いを強く持つボールゲームです。このゲームはベースボール同様、攻守2チームに分かれ、ピッチャーが投げたボールをバッターがバットで打ち、2回ないしは3回空振りすると次のバッターと交代、打者がボールを打つことができれば攻撃側のチームの全員が1塁に当たるようなマハグと呼ばれる場所を目指して走り、打球によってはさらにマハグからホームに向かって走れるというようなルールを持ちます。この過程で守備側は打球をノーバウンドでキャッチすることができれば即座に攻守交代、またマハグにもホームにもいない攻撃側の選手にボールを当てることでも攻守交代のチャンスを得ることができます。ちなみにボールを当てた場合には即座に交代となるわけではなく、さらに特定の条件を満たす必要がありますが、詳細については割愛します。つまりは基本的には打球を遠くに飛ばして、守備側がボールを持ち帰ってくるよりも先にマハグまで行って、それからそこからホームへ帰ってくるということを目的としているわけです。そしてこのゲーム、マハグに到達した走者はそこに留まって次のプレーを迎えることができます。チームの全員が一斉に走りますが、打者はマハグまで行ってさらにホームまで帰ってこれるような打球を打ったと判断した場合にのみ走ることになっているので、
マハグニ奏者がいる状態での打撃という場面が成立するわけです。つまりこのゲームではベースの2つの要素、到達目標性と状態保存性がちゃんと成立しています。マハグがベースに当たるわけですね。ここで驚くべきはこのゲームが成立したと見られる年代です。このゲームはリビアのゲベル・ネフサという一部地域でのみプレイされていたとされているのですが、なんと遅くても5世紀頃には成立していたと見られています。北アフリカ、リビアの北東部に位置しているこの地域にはアマジグ人、あるいは少し古い言い方ではベルベル人の血を引く民族が住んでおり、独立性の高い集落を形成していました。そんなこの地域には青い目と金髪を有する血統が存在していたといいます。研究者たちはこの血統の存在がヨーロッパからのゲルマン民族の流入の痕跡であると考えており、この地域にそうした民族が集団で移住した記録は紀元前6000年から3000年の間か、もしくは紀元前500年頃までにあったゲルマン民族の大移動の時を置いて他にないというのです。つまりこのゲームは中世や近代になってからヨーロッパの他の地域からこの地域に持ち込まれたものとは考えられないということになります。またこのゲームは周辺地域を含めてこの地域以外ではプレイされていませんでした。そのため例えばこの場所、リビアのゲベルネフサこそがベース概念の発祥の地で、その概念が他の場所に広がっていたということも考えにくいということになります。それでいてこの地をまたいだ大規模な民族間、地域間の移動がそれ以降の時代に認められないわけですから、おそらくは遅くとも5世紀にこのゲームがヨーロッパからこの地域に持ち込まれ、そしてそれが20世紀に至るまでずっと保存されていたということになります。加えて言えばこのゲームは先述したように宗教儀礼的な側面が非常に強い、例えば毎年種まきの時期に先立って行われるなど、そういうものであったので、おそらくはこのゲームが伝来した当初からそこまで大きくルールの形を変えていないのではないかと予想されています。そういった理由からこのベースの概念を携えたゲームが今から少なくとも1500年前にはプレイされていたという推測が成立するわけです。15世紀頃の記録に残るストゥールボールには存在しなかったベース概念が、遅くともそれよりも1000年前にはすでに存在していたということになります。そうなってくるとストゥールボール以降のイギリス式のベースボールにベースが存在していたというのは、新たな発明としてベースが導入されたというわけではなく、先祖返りのような形でベースを取り戻したということになってきます。そう考えると次のような3つの疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。つまりリビアのゲームの元になったヨーロッパでプレイされていた似たようなルールのゲームとはどういったものなのか、そしてなぜストゥールボールはベースの概念を失ってしまったのか、そしてどうして一度ストゥールボールで失われたベース概念が後になって復活したのかといったものです。一つ目の疑問に関しては、一応ロングボールという競技が文献で示されています。これは先ほどのリビアのゲームに比べて、打球が飛んだ時に走る攻撃側のプレイヤーが一人だけになった代わりに、守備側がボールを補給してからの手順がさらに複雑になったようなルールをしています。また打者は打った後一塁に相当する場所に留まって次の打者の打撃を待つことができるというふうに明記されています。チームの全員ではなく打者のみがその後走者になるという意味では、より現代の野球に近い形でベース概念を有しているというふうに言えます。そうではあるのですが、どうもこのロングボールを取り上げた論文の中では、このゲームが当時ヨーロッパで広くプレイされていたことの転居が示されないまま、先述したリビアのゲームをロングボールの1バリエーションというふうに扱っているといったところがあるようです。要するにこのロングボールが起源でリビアのゲームが、その派生系であるというところに少々疑問を差し挟む余地があるというような状況だということです。そして残念ながら、これ以前の時代の記録に残されたベース概念の痕跡は現時点で見つかっている資料の中には存在していません。そのため現代で分かっている最も原始的なベース概念のあり方は、リビアのゲーム、あるいは、その説を信用するのであればロングボール、その2つに共通するホームベースの向かい側に位置する単一のベースであるということになります。2つ目の疑問、つまりストゥールボールがベース概念を失った理由に関しては、これは憶測の域を出ないのですが、ストゥールボールが仕事の合間にプレイされるゲームであった
という事情によるものと考えることができます。つまり時間や参加人数の制限が厳しくかかる中で走る要素が削ぎ落とされていったと考えるのが妥当なのではないでしょうか。ちなみにストゥールボールと同時代の1600年頃にプラハでシュラークバルと呼ばれるバットとボールを用いたスポーツがプレイされた記録も残されており、これにもベース概念は存在していなかったようです。一つ注意点として、このシュラークバルは現代でシュラークバルと呼ばれるスポーツとは異なるルールの球技となっています。そして3つ目、なぜ改めてベース概念が現れたのかという疑問に関しては、これも確かな記録をもとに語ることはできないのですが、少なくともストゥールボール以降に新たな発明として到達目標であり状態を引き継ぐマーカーであるような存在が生まれ、偶然それがかつて存在していたボールゲームが有していたのと同様の概念であったというふうには考えにくいでしょう。おそらくはストゥールボールやシュラークバルと同じ時代に、それらと同じ祖先を持ってはいるが、ストゥールボールとかでは省略されたベース概念を受け継ぐような、そういう球技が例えば他の地域で伝えられていたと考えるのが妥当であるとは思われます。そちらの球技からベースボールのルールが、まあそのベース概念を輸入したような形になるわけですね。先ほども話した通り、どの球技がリビアのゲームから英国式のベースボールまでの間ベースの概念をつないでいたかということに関して確かな記録は残っていません。しかしこういう視点から見ると非常に興味深いスポーツが一つあります。それはロシアに残るラプターという球技です。このラプター、投手が投げるボールを打者が打って走るというところは野球の禁煙種のスポーツの多くと共通で、守備側がアウトを取ることで得点を得ることができ、イニングの終了はアウトカウントではなく打者が一巡したタイミング、攻守の交代は直前の攻撃イニングで攻撃側守備側がそれぞれ規定の得点を得られたかで決まるというようなルールをしているのですが、このラプターにもベースの概念が存在しています。打者は打つとグラウンドの反対側を目指して走ります。この反対側のゾーンは一塁に当たるような安全地帯で、ここに到達さえしていればさらにホームを目指してここを離れない限りはアウトになることはありません。そしてこのゾーンで次の打者の打撃を待つことができ、ここからホームへ帰ることで攻撃側に得点が記録されます。つまりリビアのゲームと同様に、ホームの逆側に単一のベースを持つ非常に原始的なベース概念を有しているわけです。ラプターは14世紀にすでに記録が確認されるスポーツとのことなので、イギリスでベースボールという名前が登場するまでの間、ベース概念をリビアのゲームからつないでいたスポーツの候補になると言えるでしょう。加えて言うと、このラプターには次の打者へ状態を保存する状態保存性という部分に着目すると、さらに興味深いルールが存在しています。それは守備側は攻撃側の選手にボールを当てることでアウト、つまりラプターにおいては得点を稼ぐことができるのですが、その次の打者の打席はアウトになった瞬間のフィールドがそのまま引き継がれます。どういうことかというと、安全地帯以外で攻撃側の選手走者がボールを当てられると、その瞬間にフィールド上の当てられた本人以外の選手、つまり残りの走者はその場で立ち止まります。そしてその立ち止まった位置のまま次のプレー、つまりは次の打者の打席が始まるのです。当然ながらその次の打者の打席でどこかへ打球が飛んでいけば、立ち止まった走者たちはその立ち止まったその場所から走り出すことになるわけです。これはフィールド上に走者が残る形で状態を引き継ぐことで多様な状況が発生するという点において、現代の野球よりもはるかにその特徴を色濃く持っていると言えるのではないでしょうか。野球はマーカーであるベースに到達したかどうかということを指揮位置にして、ある程度デジタルに、つまりは非連続的に状況を次のプレーに引き継ぎますが、ラプターはアナログ、つまりは連続的に引き継ぐというわけです。これはベースという概念以上に分かりやすく、また原始的な形で状態保存性を発揮しているルール上の特徴であるように思われます。ラプターのこのルールを基本形として、ホームの対岸にある安全地帯の概念とこの立ち止まる場所を合流させた結果がベースボールにおけるベースであるなどという説を唱えたとしても、ちょっともっともらしく聞こえてしまう程度に興味深い概念ではないでしょうか。もちろん実際にはラプターからベースボールへの直接の関係を示す資料は現状存在しませんし、この2つの関係も
同じ祖先を持つ親戚同士と考える方がより真実に近いものと思われます。ここで余談なのですが、ラプターという球技についてもう少し考えていくと、打者から次の打者へアナログに状態を引き継ぐため、打者が打席に入る時の状況は野球以上に多様になるという特徴を有しています。要するに、例えばフィールド上に5人とか6人ランナーが存在するような状況があり得るわけです。そして状況が多様になるということは、同じ打球でも価値に大きな差が生まれうるということを意味します。例えば自分はアウトになるけれども、走者4人を一気にホームに返せる犠牲フライというようなプレーが発生するのもありえない話ではありません。またたった今犠牲フライを例に出しましたが、この状態をベースという式位置を持って非連続的に持つか、もしくはその場で立ち止まるような形で連続的に持つかという野球とラプターの違いは、打者がフライを打ち上げた時のルール処理にも影響を及ぼします。ご存知の通り、野球のルールにおいては、守備側の選手が打球をノーバウンドで捕球した場合、走者はその選手の体のどこかの部分にボールが触れた時点で、元いた塁に触塁をしておく義務が生じます。しかしラプターにおいてはその義務は発生しません。守備側がボールをダイレクトキャッチしたとしても、打者こそアウトになって走る権利を失いますが、走者は元いた場所に戻されることはありません。つまりフライが空中を飛んでいる間、走者は走り放題ということです。というのも、野球は塁というマーカーがあるので、そのプレーの開始時に走者がいた場所が明確にわかりますが、そのマーカーを持たないラプターではそういうわけにはいきません。走者を元に戻そうとしても、その元の場所を確かめようがないので、戻る必要がないルールになっているのは自然とも言えます。そうなってくると、状況によっては野球に比べて高々と打ち上がったフライの価値がかなり高くなるということになります。遠くに飛ばして守備側がボールにたどり着くまでの時間を稼ぐというのは、相当の困難と空振りや打ち損じなどのリスクを伴いますが、高く打ち上げて同じくらい捕球までの時間を稼ぐのは、そちらに比べると非常に簡単です。実際、概要欄にラプターがプレイされているところを映した動画へのリンクを貼っていますが、そちらを見ていただければ、たびたび打球を打ち上げるようなスイングをしているプレイヤーがいたり、中には両足の間からバットを真上に振り上げるような、野球のスイングではまず見られない打ち方をしている選手を確認することができます。おそらくは遠くに飛ばそうとすることで発生する打ち損じのリスクと、飛球をダイレクトに取られてしまうことによる自分がアウトになるリスクを天秤にかけて、フィールドにいる走者や残りの打者の数から判断して、そういう打ち方を選択したものと思われます。逆に考えると、打球を高く打ち上げることのメリットを減らし、遠くに飛ばすなどの方法で自分も生き残ろうとすることこそをゲームの目的に定めたいのであれば、フライが捕球されるまでの間の時間を無効化するためのマーカーとしての類が必要になってくるというわけです。仮にラプターのこのようなルールがイギリス式ベースボールの直接の元になった球技にも存在していたとしたら、イギリスで新しいボールゲームがベースボールとして広がるにあたって、この裏道のようなフライを打ち上げるという戦法ではなく、自分もホームに帰ることを目指す正道こそが尊重されるべきだというような心理が働き、そのためにイギリス式ベースボールではわざわざベースが導入されたのではないかというふうに考えるのは少々邪推が過ぎてしまうでしょうか。ちなみにこのラプター、1960年代から80年代にかけてアメリカにおけるベースボールは、このラプターをもとにロシア系アメリカ人によって考案されたスポーツであるという主張が行われた歴史を持っていたりもします。ただこの説は、ベースボールという名前のスポーツはアメリカで誕生したという前提をもとに、ロシアからアメリカへの初期の移民がそのベースボールを発明したというような内容の主張であり、アメリカで普及するよりも前の時代にイギリスにベースボールという名前のスポーツが存在していることが分かっている現在となっては、あの有名なクーパーズタウンのダブルデイ説という同じようなもの、つまりはあまり信じられてはいない謀説の一つと見ておおよそ問題ないと考えられます。どうせラプターが野球の起源であるという説を主張するのであれば、今回の動画で触れたようなリビアのボールゲームからイギリス式のベースボールまでを埋めるピースであるというふうに主張していれば、もう少し筋が良かったんじゃないかというふうに思い、なぜか少々もったいないような気分になってしまうのは自分だけでしょうか。ところで、さっき僕は
ストゥールボールにはベースがなかったが、その次に広く広がったスポーツにはベースが存在した。だからそのスポーツがベースボールと呼ばれた。これこそが野球がベースボールである理由なんだ、というふうに主張しました。ところが直近では僕は、ベースの概念はベースボールがオリジナルではないという話をしています。視聴者の皆さんもこの点について疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。つまり、もっと前からベース概念が存在するのであれば、そっちのスポーツがすでにベースボールと呼ばれているはずであり、それがそう呼ばれていないのであれば、ベースがあるからベースボールなのだという主張がおかしいんじゃないかということです。この意見は至極もっともな考え方だと思います。なのでここから少しその点について説明を行っていきます。ここからの話で主役となるのは、プリズナーズベース、あるいはデアベースと呼ばれる野球とは直接関係のないボールを使わない遊びです。この遊びは団体戦の鬼ごっこのようなもので、2つのチームに分かれた10人程度以上のプレイヤーが十分に離れた2本のラインの後ろにそれぞれ入ってスタートします。そしてまず最初にいずれかのプレイヤーがこの2本のラインのうち片方のラインを踏み越えて相手の陣地側に近づいていきます。この遊びの目的は相手プレイヤーを相手陣地の外、つまりはラインの前でタッチすることで、まあ、勝利に近づいていくような内容となっていますので、ある程度以上を1人目のプレイヤーが近づいたタイミングで誰かがそのプレイヤーを捕まえるべく陣地を出て追いかけていき、その追いかけてきたプレイヤーをさらに捕まえるためにその相手側、つまり最初側に飛び出してきたプレイヤー側の味方の誰かがさらに飛び出してくるというようなサイクルが同時多発的にいろんな場所で起こってゲームが進んでいきます。基本的な制約として、ある飛び出しているプレイヤーをタッチできるのはそのプレイヤーよりも後に自分の陣地を出たプレイヤーであるというルールがあり、一度自陣に帰ることができればそのカウントがリセットされるので、相手を捕まえるために自陣を飛び出して追いかけていくと、いつの間にか相手の誰かに追われることになっていて、そして追われるところから逃げていって自陣に帰ることができれば今度はまた追う側に回れるというような性質のゲームとなっています。また相手に捕まってしまう、つまり、自分の陣地外でタッチされてしまうと捕虜となってゲームから除外され、どちらかのチームが相手のプレイヤー全員を捕まえれば勝ちというようなルールになっています。このゲーム自体はかなり古くから存在が知られており、14世紀にはイングランドのエドワード3世がウェストミンスター宮殿付近の大通りでこのゲームの古い名前であるバレルをプレイすることを禁ずるというお達しを出していたりもします。そしてこのゲーム、15世紀半ばになるとベースという名前で呼ばれるようになり、その後の呼び方であるプリズナーズベースにもそのベースの部分が引き継がれているんですが、これがそういう名前で呼ばれるようになった理由は、お互いのチームのラインの後ろの安全地帯をベースと呼ぶようになったからと言われています。おそらくは基地というような意味、あるいは単純に位置関係からそこ、ボトムの部分あたりのニュアンスでベースというふうに呼ばれるようになったのではないかと思いますが、ともかくそこを離れなければ死なない安全地帯のことをベースと呼称するようになったわけです。それが15世紀の中頃です。翻って野球のルールの成立過程を思い出してみると、15世紀中頃というとおそらくは走る要素のないストゥールボールの全盛期、走ってホームを目指すベースボールの記録上の登場はその後300年後ぐらい、そして野球のルールにおいてのベースはランナーにとってそこを離れなければ死なない安全地帯という要素を備えています。もちろん直接の証拠があるわけではありませんが、しかしこれらの状況証拠が示すことを考えれば、この鬼ごっこのような遊びの中に登場するベースに似た要素があるボールゲームだからこそベースボールと名付けられたのでだという主張に同意してくださることも方も多いのではないでしょうか。つまり時系列順に並べるとしたら、遅くとも5世紀頃までには概念としてのベースを唱えた存在スポーツが存在しており、どこかの国でその要素を受け継ぐボールゲームが継続して遊ばれていた。イギリスでは13世紀頃からストゥールボールが流行していたが、どこかのタイミングでベースランニング要素を備えたボールゲームとルールが混ざり合って先祖返りを起こすような形で、走者にとっての安全地帯を備えたボールゲームが広くプレイされるようになっていった。その安全地帯の概念が当時遊ばれていた鬼ごっこのようなゲームベースのそれとよく似ていたため、
その球技におけるその場所もベースと呼ばれるようになり、ベースのあるボールゲームだからベースボールと呼ばれた。この推測をもって今回のテーマ、野球はなぜベースボールなのかという問いについての自分からの最終回答としたいと思います。さて、今回も非常に長々と語ってしまいました。動画の内容としてはここまでとさせていただきます。最後に今回の内容を簡単にまとめておさらいしておきますと、野球は分類学上特徴的なスポーツであり、その特徴の大きな部分をベースという概念、そして特徴的な2つの性質、到達目標性と状態保存性が支えているということ。そういうベース概念の誕生の瞬間を資料から追うことはできないが、遅くとも1500年前にはこの概念が成立していたと考えられるということ。その後一度イギリスでの主流の打撃ゲームからベースランニング要素は消えてしまう、これはスティールボールのことですね、消えてしまうが、しかしおそらくはひっそりとそれを伝えていた球技がどこかに存在していたはずであるということ。その球技の候補、あるいはその球技の派生系としてロシアのラプターが存在し、このスポーツはベース概念よりもある意味興味深い状態保存機構をルールの中に有しているということ。そうして形成されたスポーツがベースボールと呼ばれていたのは、はるか昔、リビアのゲーム、1500年前から受け継いでベースボールにおいて再獲得した概念が、当時流行していたベースという遊びのその安全地帯の概念によく似ていたからであるということ、といった内容でした。ちなみに今回の動画はかなり多くの部分を佐伯康先生という方が書かれ、有書館から刊行されているベースボールのアルケオロジーという書籍を参考に作成させていただきました。テーマとしてはずっと調べてみたいという思いがあったにもかかわらず、踏み込んだ部分を学ぶ方法がなかなか見つからず、途方に暮れていた今回の動画を作り始められたのも、この両書に出会えたからといって全く偽りありません。またこのベースボールのアルケオロジーは、こんな動画では全然紹介しきれていない面白い部分がたくさん詰まった本だったので、もしも今回動画を見られて興味を持たれた方がいれば、ぜひともお勧めしたいと思っています。それでは今回の動画は以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。